さっきまで全然降ってなかったのに。ああ、この辺りはずっと雨が降ってるんだよ。ずっと？この世界が人々の無限をもとに作られたことは知っていますよね。その元になった無限が雨だった場合、天候も雨で固定されるようです。そうなんだ。なんだか今までで一番異世界っぽいかも。確かにそうかもね。錬金術師の目には私たちとは違ういろんなものが見えてるんだろう。よし、頑張っていこう。すごく痛いよ。これで行くよ。素材も見つけやすいですし。見回せば何かしら新しい発見がある。錬金術師限定の森の恵みですね。してる感じしないんだけど。しようね。えい、てや。錬金術の素材になりそうな木の実ですね。持って帰りましょう。えい。
き止まりか。これじゃ先に進めないよ。仮に進めたとしてもこの先にいるとは限りませんよ。もしかしたら他の場所に。そうだね、ラミゼルさんもこれ以上先には行けないだろうし。あれ？これって、そうだ！アレットちゃん、この石がどうかしたの？これは上部にくぼみのようなものがありますが、もしかして何かをはめ込むのでしょうか。そうそう、そうなの。結構前なんだけど、ラミゼルさんがこれを使ってるところを見たことがあるんだ。これをいじったらこの辺の天気っていうか世界がブワーって変わったの。そしたら雨も止んでこの川も消えちゃったんだ。世界がブワーっと？世界が変わる？よくわかりませんね。雨が止むくらいでこの川の水が引くとは思えませんが。本当だよ、私しっかり見たんだから。ではラミゼルがこの先にいる可能性もあるということですね。けどこのままじゃ進めないし。一度カティさんのところに戻ってみない？もしかしたら何か知ってるかも。そうですね、彼女からならより詳しい話が聞けるでしょう。石は何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。
せやん。いい素材が手に入りました。みんな敵だよ。やん、いくよ。とわ、これで終わり。おさらいよ。よっと、やっとどめ。楽勝楽勝。せや、植物は採取した後が大切です。腐らせないように持ち帰らなければ。よし、頑張っていこう。いくよ。とわ、これで終わり。楽勝楽勝。みんな敵だよ。それ、よっと、やっ、簡単に取れて軽いのがいいですね。まあ、大きくはなってしまいますが。お、薬の材料にいいかも。てやん、てやん。えい、水って結構使うんだわね。よいしょ。血がついてることあるし。草原は風が気持ちいいし、お散歩するにはちょうどいいよね。欠点はお宝がないことくらい。てやっ、てやっ、よし、頑張っていこう。私なら弱点はつけそうです。いくよ、ごさせてください。とどめ。楽勝楽勝。ごめんね、少しだけ積ませてね。よいしょ。